なぜ？どうして？ちょっと岡部、大丈夫？しっかりして。大丈夫。私が何とかしてあげる。だから、お願い。全部話して。結論から。クロマントの連中に包囲され、助けを求められた第三世界線の私は18時18分に D メールを送ったのよね。で、その結果、あんたは今こうして第一世界線へと戻ってきてしまったってわけ。理解した？理解できるわけないだろう。おかしいじゃないか。何が？もしもここが第一世界線だとするなら、どうして俺はお前が存在してるんだ。いや、俺たちだけじゃない。世界中の全ての人々、全ての動植物、ありとあらゆる物質の一切合切がここに存在しているのは変だろう。どうして？俺は第一世界線でマイルの外出断固阻止せよの D メールを送ったからだ。その結果、世界の歴史は第二世界線へと再構築されたはず。
だから送ってないけど。何？だから送ってないのよ、そんな D メール。あんたが最初に経験した第一世界線では送ったのかもしれないけど、この第一世界線では送ってないの。日本語で頼む。日本語で言った。そうね、確かにさっきの言い方は適切じゃなかったかもしれないわ。それじゃあ言い直しましょう。あんたは、あんたが最初に経験した第一世界線に限りなく近い世界線に移動してきた。これでいい？なんだよ、その限りなく近い世界線って。ひとまずニア第一世界線とでも呼んでおきましょうか。第一世界線とニア第一世界線の違いはたった一つ。マユイの外出、断固阻止せよの D メールを送ったかどうか、それだけよ。それ以外については完全に同じ。そう考えてもらっても構わないわ。
の D メールが届いたのは15時22分のことだったみたいだから、その4分前ってことになるわ。つまり評議会は中止の D メールが受信されるよりも前に、私はその D メールを届けたかったってこと。そうすることによって、ねえ、一つだけ話しておきたいことがあるんだけど、いい？第三世界線でマユリが言ったこと、嘘だから。嘘？宝くじが当たったって、マユリ、そう言ったんでしょ？でもそれは嘘なのよ。本人はバレてないって思ってるみたいだけど、私と橋田は知ってるの。それから、数時間前の岡部もね。どういうことだ？300万円。本当は、真由里が大切にしていた宝物を質屋に入れて用立てたお金なの。でも、そのことを正直に言うと、みんなが遠慮しちゃうって。きっとそう思ったのね。もう言ったの。昨日ね、岡部一人で300万円を用意して。
そのお金で必ず取り戻せるって、そう信じて。クリスティーナ、Dメール送るぞ。そう。
熱い。なんだこの熱さは。なんでだ。言ったイラストがあの中にはたんまりと詰まってたわけで。
ちなみにこの書き込みを見つけてくれたのはマキセ氏ね。オカリンがモンド審判でお金を借りたことを知ってマキセ氏がググッ。で、この書き込みをきっかけにして他にもモンド審判についていろいろと調べてみたんだ。そしたら出るわ出るわボロボロと怪しい噂だらけだったんだ。おオカリン、マジヤバくね？このままだとオカリン本当に沈められちゃうかも。
If you like this video, please give it a thumbs up, as it really helps. Thanks for watching.